ジュゼッペ・ガリバルディは、イタリア海軍の航空母艦。イタリア海軍史上初めて戦力化された空母であり、法的制約のために当初は、ヘリ空母として建造されたが、後にハリアー2攻撃機を搭載して、軽空母として運用されるようになった。また、後継艦のカブールが収益すると、ヘリコプター揚陸艦に転用された。艦名は、 イタリア王国統一に貢献した19世紀の軍事家ジュゼッペガリーバルディに由来する。1921年にジュリオ・デュエ将軍が発表した西空はイタリア島水部に強烈な影響を与えた。1923年にイタリア王立空軍が発足すると海軍はすべての航空機を失って洋上紹介、艦隊防空。 対艦攻撃などの海上航空作戦も空軍の所管となり、1937年の空軍法によって正式に固定翼機の運用を禁止された。しかし空軍は宿命的に海上作戦に対する関心が薄く、訓練も十分ではなかった。ワシントン海軍軍縮条約でイタリア海軍の航空母艦のために6万トンが、 割り当てられていたにもかかわらず、イタリア本土及び北アフリカの航空基地から発信する陸上機だけで地中海の作戦海域はすべてカバーできるとの判断のもと、その建造計画は具体化しないままに第二次世界大戦の開戦を迎えた。しかし大戦では、初戦のカラブリア沖海戦から最後の海戦となったペデスタル作戦に至るまで、 空軍の非協力や切烈な航空作戦のために正気を一視、あるいは艦隊の損害増大を招いた事例が続発することになった。これらの戦訓から空軍による航空支援の不足を痛感し、海軍は1941年より改造空母としてアキラ・スパルビエローの取得を試みたが、いずれも未完に終わった。対戦後、パリ条約によって一度は、 軍備制限を課されたものの、冷戦構造の成立とともに、北、大西洋条約機構の一翼を担うべく軍の再建が図られることになった。巡洋艦としては、当初は戦前に建造された艦が運用されていたが、1960年代中盤より、アンドレアドーリア級2隻と発展型のビットリオベネトが建造された。これらは、地中海で艦隊や、 輸送船団の艦隊防空及び対戦防御を担うものとして設計されており、テリア艦隊防空ミサイルとともに、充実した艦載ヘリコプターの運用能力を備えていた。ただし、予算の制約は厳しく、これらの心臓艦の収益のために旧式艦多数の退役を余儀なくされるなど、海軍兵力整備は綱渡りの状況が続いており、 当初計画されていたビットリオ・ベネト級の二番艦、イタリアの建造も断念された。この状況を打開するため、1975年に、総予算1兆リラ、10カ年計画の海軍法が成立し、質、量ともに充実が図られることとなった。そしてこの海軍法の下で、イタリア発の航空母艦として計画されたのが、本級である。これはいわば、 断念された、イタリアをもとに、防空艦としての性格を省く一方で、航空運用機能を強化したものであった。上記の空軍法の制約のため、当初は、ヘリ空母として建造されたが、下記の通り、当初から、軽空母としての運用を想定した設計になっていた。春高寺の本館を上から見た、図線形としては、朝鮮首労型が採用されている。上部構造物は、 構成で、右舷側に寄せたアイランド方式とされている。船体には5層の乾板が設定されており、飛行乾板直下の格納庫乾板が主乾板とされている。13の水密隔壁によって区分されており、NBC 対策として、それぞれの区画は機密を保てるように設計されている。手記としては、ルポ級フリゲートで高速機として搭載されていたのと、 同型のゼネラルエレクトリック LM2500、ガスタービニエンジンを4機、2機ずつ2軸に配した、小工具方式となっている。なお都市車製の逆転機能がある減速機が採用されており、推進機は、可変ピッチプロペラではない。小型の艦でも航空機の運用能力を確保するため、船体の水面下には引き込み式のフィンスタビライザーを、 片弦2枚ずつ、計4枚装備して安定化に努めている。エンクローズ型艦首から続く全通飛行艦ンは、全長173.8幅30.4メートルを確保しており、6つのヘリコプター発着スポットが設定されている。その前端部には、角度6.5度のスキージャンプ勾配が設置されているが、当初は、 蒸気の空軍砲のために固定翼機の運用が禁じられていたため、甲板への波浪の影響を避けるための設計であると説明されていた。その直下の格納庫は、長さ110メートル幅15メートル高さ6メートルを確保しており、シーキングであれば最大12機、ハリアー2であれば最大10機を収容できる。ダメージコントロールを考慮し、 二機の防火カーテンで三つに区分できるようになっている。飛行甲板と格納庫を連絡するエレベーターは原則式ではなく船内設置方式を採用しており、やや右舷側に寄らせて、アイランドの前後部に各一機の合計二機が設置されている。形状はいずれも八角形で、長さ18メートル幅10メートル、約15トンの耐火重を有する。なお、 蒸気の空軍砲のために、当初はヘリ空母として運用されており、SH-3D シーキング16機が搭載されていた。その後、1989年に空軍砲が改正されるとともにハリアー2攻撃機が発注されて、1994年より引き渡しを受け、同年11月に発着艦が行われた。その後、2009年に後継となる、 カブールが収益すると、本艦は固定翼機の運用を終了して、再びヘリ空母となった。現在では、ヘリコプター揚陸艦として活動しており、SH3D 紹介ヘリコプター7機と AB212、紹介ヘリコプター4機に加えて、陸軍の AB205 汎用ヘリコプター6機、 A129 攻撃ヘリコプター3機及び CH-47 輸送ヘリコプター2機の搭載が可能となっている。ただしその後もカブールの修理などの際にはその航空弾を搭載することもある。竣工時の艦迎。艦備の艦隊艦がミサイルが見える。本艦は重装備で知られており、収益時には飛行艦パン工部に片元2機ずつ搭載された。 手セオ艦隊艦ミサイル単装発射等4機による、対水上打撃力、艦首ので -1160LF 選手装備ソナー、及び右舷側の船体内に、前後1機ずつ搭載されたえらずマイナス33連装、単魚雷発射艦による、対戦戦能力、アルバトロス股艦防空ミサイルによる、防空能力を備えており、近接対空火器として、 ブレーダメッカニカブレシャーナ社の 40mm コンパット砲を飛行艦艦の前側に並列配置で片源1機ずつ2機、艦艦後部に1機の計3機を竣工時に搭載していた。この機関砲は RTN-20X 射撃式レーダーなどと連接されて CIWS としてダルドシステムを構成していた。このうち特に艦隊艦ミサイルは 西側諸国の空母としては唯一の装備であったが2002年から2003年にかけて近代化改装を行った際、指揮管制装置と通信装置の増設による重量増加、それに伴う重心の上昇を解消するために撤去された。この際にソナーモで -1160LF から同系列だがより高周波のバス DMSS-2000 に 完走された。1977年11月21日に契約が締結され、1978年2月20日に正式な発注がなされた。1980年2月に設計作業が完了し、1981年3月26日に寄港された。1984年12月3日より会場公務が開始され、 1985年9月30日に、竣工した。ハリアー2の配備直後の1995年1月には、早速、第2次国際連合ソマリア活動の撤退支援のために出撃し、ハリアー2と共に、初の実戦参加となった。この時には、3機のハリアー2が、上空警戒と武装偵察を実施して、良好な結果を残した。 2007年に新空母、カブールが収益するのと入れ替わりに大規模修理に入った。当初の計画では2016年までに退役することになっており、本館とサンジョルジョ休収容陸艦3隻の計4隻の更新用として2万トン級暇収容陸艦3隻の建造が計画されていた。その後計画は変更され、本館のみの更新用として3万トン級の 教襲用陸間、トリエステが建造され、2019年5月に浸水した。2021年度中には衛星打ち上げロケットのためのプラットフォームへの改装が始まる予定である。ありがとうございます。